トイレは世界中のどの国も関心を持っていなかった分野でした。しかし日本によってトイレの清潔さの重要性が広く知られるようになりました。実際に来日したヨーロッパの記者は、日本の公衆トイレがヨーロッパのどのホテルのトイレよりも綺麗だと絶賛しています。綺麗なだけでなく、温かい便座シートと十分なトイレットペーパー、お湯が出る洗面台、手を乾かすハンドドライヤーまで火の打ち所がないと言いました。しかもトイレの天国らしく、日本はコンビニにもトイレが設けられています。今まで皆さんはコンビニというのはただいろんな食べ物と生活必需品だけを売っているところだと思っていたはずです。しかし日本のコンビニのトイレはものすごいものたちが設置されています。日本人は清潔さを第一に考えますが、コンビニのトイレはこのような日本文化を反映して設計されています。環境に優しい素材を使ってトイレを作り、環境に優しい掃除用品を使って清潔なトイレを保っています。日本は公園のトイレやビルのトイレも先進国以上のレベルです。ですから日本のトイレのレベルは世界一といっても過言ではありません。日本のようにトイレが清潔な国もありますが、その逆の国もあります。中国やインドのような国です。特にインドは13億人のうち約5億人がトイレのない家に住んでいます。彼らはベッドでトイレがないため、茂みの中や道端で用を足します。インドのモディ首相が国家レベルで清潔キャンペーンを進めていますが、クリーンなインドへの道は順調ではなさそうです。ガンジス川流域の村に住む主婦ムンニさんは、明け方に家から20分ほど離れた川辺まで毎日歩いていくそうです。川辺の草むらで用を足すためです。もちろん家にはトイレがありません。また用を足している途中、サソリやヘビが出没し、危険な目に遭いそうになることもあります。しかも子供のいる親たちは、真夜中に子供がうんちをする時もついていかなければなりません。用を足しに行った子供たちが連れて行かれ、行方不明になる事件が絶えないからです。このため頻繁に用を足さないように食事の量を減らしているそうです。インドでは2015年に5億2300万人が屋外で用を足すと知られていますが、屋外排泄が主な原因である伝染病にかかり、5歳以下の子供が約12万人以上死亡しています。経済成長率が高く、携帯電話の普及率が 80% に達しているにもかかわらず、このようなことが起こる理由はヒンドゥー教のためです。ヒンドゥー教では浄と不浄に対する意識が非常に強いです。物理的な清潔・不潔とは違う概念だそうです。彼らが神聖視する牛の糞は不浄でないもので、宗教儀式や日常生活で燃料として愛用されます。一方、人の排泄物や汗は不浄なものとみなされます。さらに下層民も不浄なものとみなされます。古代インドの経典には、大小便に使った水は家から遠く離れた場所で処理しなければならないと書かれています。2014年、インド北部のある農村では、10代の少女2人が夜に用を足しに行った際に集団に性的暴行を受けた後殺害されました。この衝撃的な事件が報道され、トイレの問題が大きく取り上げられました。この年に就任したモディ首相は、2019年までに屋外排泄をなくすというクリーンインディアキャンペーンを開始しました。このキャンペーンは一般的な和式トイレを1億2000万世帯に新設するキャンペーンでした。ところが衝撃的なことが起こりました。インド政府の努力により、この3年間で約1億1000万個のトイレが作られましたが、使わない人の方が多いことが明らかになったのです。設置されたトイレは3年も経たないうちにドアが外れるなど手抜き工事で、上下水道の設備さえ整っておりませんでした。ある農村の主婦カラバティさんは、トイレの浄化槽が排泄物で
いっぱいになるのではないかと思って使わないと話しています。そして政府は上下水道の普及を先に推進すべきだった。トイレを増やしても屋外排泄をなくすことはできないと指摘しました。 CNN はモディ首相がトイレを1億1000万個作ったが人々がそれを使うだろうかという記事を出しました。それとともにトイレの水不足と管理不足のために屋外排泄は相変わらずだと指摘しました。続けてインド政府はトイレを作ることだけを考えて人々がトイレを使うようにし施設を維持し下水を管理することには失敗したと批判しました。今まで屋外排泄をしてきたインド人には日本のトイレの清潔さが衝撃的だと言及しました。インド側はどうしても難しいと思ったのかトイレの衛生を学ぶために日本を訪れました。インドの有名放送局が日本のトイレの先端技術を学ぶために訪れたのです。放送を進行するインドの記者は日本の羽田空港を見渡しその巨大さに一度驚き現代的なシステムに再度驚きました。その後日本のホテルを訪れた彼は再び驚愕してしまいました。ホテルの部屋であまり見たことのないスマート機器が自分を迎えてくれたからです。インドの記者は驚いて叫びました。日本の空港で見た技術力が全てではありません。しかも日本はトイレまで先端です。そして彼は今から見せると言ってトイレに移動しスマートなウォシュレットについて説明しました。これが私のホテルの部屋に設置されているウォシュレットです。インドには数箇所だけウォシュレットが設置されていると聞きましたが東京ではこれが一般的です。この便器の何がそんなにスマートなのかってこれはインドにある普通の便器ではなく非常に多くのことができる装置です。壁側についているリモコンでは水を流したり水の圧力を調節したりすることができます。水の位置と温度も調整できるように作られています。なんと冬はお尻が冷たくならないようにシートも温めてくれるのです。トイレットペーパーですか？もちろん必要ありません。自動で乾燥させてくれるからです。日本の多くの企業がウォシュレットの競争事業に参入しました。そして各社は私たちに必要な驚くべき機能を開発します。日本の先端技術は今やトイレの隅々まで行き届いています。インドに帰りたくなくなりましたとしてインド人記者のウォシュレット体験記は締めくくられています。フランスで最初に作られた肛門を洗浄する機械は日本がウォシュレットとして作って拡散し世界的に人気を集めています。最近はマイナスイオンが出る機能、匂いを消してくれる機能など多くの機能が追加されています。日本のトイレ文化に大きな関心を示してくださったインド放送局の関係者の方々に感謝しながら次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。